こんにちは、すみやです。今日はドワーフ3のパソコンでの表示の仕方についてです。ドワーフ3をね、スマホで操作すると非常に小さい画面なので使いづらいんですね。そしてスマホの画面はどうしてもね、解像度が低いのでボタン類がかなり大きくなるんですね。横長にするとね、左端の方にボタン類が移動してくれる部分もあるので、そこはなかなかいいとは思うんですが、やはりね、画面全体の解像度が低いので 4K モニターとか 2.8K モニターとかね、そういうのをパソコンで使うとボタン類がものすごく小さくなって、非常に使い勝手がいいというか、マウスで操作できるっていうメリットもあるので非常に使いやすいなと思って試してみました。屋上に設置したドワーフ3を屋上につないである Wi-Fi 呼気の受信機から受信をして操作ができるということが分かりましたので、非常に使い勝手がいいですね。はい、ボタン類も小さく表示できるし、そしてマウスを操作してね、使えるっていうのが非常に使い勝手がいいですね。指で操作するとどうしてもね、反応が悪かったりとか、違うところを押したりとか、そういうことがあるのでね、そういう誤操作も防げるっていう点では非常に使い勝手がいいかなというふうに思います。天体をね、指定するときもキーボードで入力できますので、その辺も使い勝手が良くなるんじゃないかなと思います。 Android のエミュレーターソフトブルースタックスを使ってね、ドワーフ3がパソコンで使えるようになりますので、皆さんも試してみてください。私の場合はね、 Wi-Fi 呼気を使ってますが、将来的にはね、ステーションモードが使えるとさらに使い勝手が良くなるんですけれども、とりあえず今は Wi-Fi 呼気でつないでいます。で、 Wi-Fi 呼気のつなぎ方はパソコンのですね、 Wi-Fi の電波でその他の Wi-Fi 設定というのに Wi-Fi 2の中の利用できるネットワークを表示するっていうふうにすると、ここにドワーフ3がね、表示されることになると思いますので、ぜひ使ってみてください。実際にね、パソコンで表示した画面とスマホで表示した画面の比較を並べてみましたので、参考にしてみてください。どうぞ。いかがでしたか？やはりね、ボタン類が小さくなるので天体の表示画面が大きくなるっていうのが一番嬉しいですね。で、ドワーフ3は 4K の解像度で表示できるので、パソコンの 4K モニターを用意すると非常にくっきりと高解像度で表示できるので、そういう使い方ができますね。そうするとね、こういう
J5 Create の Android スマホをこういうふうにね、つないで HDMI でパソコンに取り込むっていう操作が必要なくなるので、非常に使い勝手がいいですね。はい、せっかく買ったんですけれども、これの出番がもうなくなっちゃうかもしれませんが、はい、そんな感じです。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。8 8